先生。ベルベット様、ご無事で。あなた様が飛び出したと聞き、覚悟を決めた者たちとお助けに参りましたぞ。いけないわ。こんなところでプーカが捕まれば、町の入り口も見つかりかねない。誰か来ます。この方を連れて早く隠れて、私がおとりになって時間を稼ぎます。しかし、お願い。怪しい女め、止まれ。あなた、魔石の武器を持つからにはさぞ名のある将なのでしょうね。私はグエンドリン、誉れ高き王の血筋、魔王の娘。では私の義妹。何者だ。今度はそちらが答えよ。待て。メルビン。貴様、何をやっていたのだ。お前が油を売っている間に魔王の本体がなだれ込み、見ての通りの完膚なき敗退だ。エルファリアもやられた。私の面目を潰しおって。すまない。グズメ、控えていろ。メルビン、死神が俺を迎えに来た。お前に無類の強さを与えたいという親心だ。現にお前は死神すら追い払う力を得たではないか。心配するな、私を信じろ、オズワルド。メルビン、あなたがついていながらどうして。メルセデス様。このエヘは何をしていたの。任せろって言ったじゃない。あなたは何をしていたの。お母様をどうして守らなかったの。おかわいそうに取り乱されるのも無理はない。エルファリア女王はご立派でした。我らの力の至らなさが悔やまれます。これからはメルセデス様をお助けして国を立て直してまいりましょう。あなたの力を借りる必要があるかわからないわ。冒険を傘に偉そうに。私の進言を聞き入れていれば、叔母上も死なずに済んだのだ。むざむざとコルドロンを奪われおって、我らの存亡をあのような何も知らぬ小娘に託そうというのか。いや、これは天気だ。天が王を選ぼうとしているのだ。頂はふさわしい主を待っている。こんな小さな指輪が今や終焉の鍵となった。先生、コルドロンが眠り続けるなら、あるいは予言が誤るかもしれん。そのティトレルの指は野望を持つ者に決して渡してはならん。おい、ここにいるぞ。本当だ、地下まで潜らなくて済んだ。手間が省けたじゃないか。な、何の用じゃ、お前たち。待った、危険よ。俺たちはバレンタイン用の言いつけで来たんだ。おじい様の。王様はお怒りだぜ、お姫さんよ。王様に逆らっちゃ、たっけえか縛り首って相場が決まってる。黙ってろ。なに、心配はいらねえ。王様はお優しい方だからな。指輪を返して王様を手伝うなら
また可愛がってやるとさ。ベルベット様、指輪は渡します。やるのは無理だ。指輪をかすめとっちまえ。いつも町でやってるようにやれ。数が多すぎる。逃げるんじゃ。うるせえなジジイ。先生、わしのことはよい。その指輪を誰の手も届かぬ場所へ。逃がすな。メルセデス様、負傷者が多すぎて病床も薬も足りません。いかがいたしましょう。そう、負傷者に南の離宮を解放しましょう。魔法使いらを集め、急いで薬を用意するように伝えます。メルセデス様、よろしいかな。ええ。お前がメルヴィンの黒い剣士か。気分が優れないので失礼いたします。魔王が攻め上ってきたらと思うと気が気ではありません。国が危うい時に幼いあの方で務めを果たせるのでしょうか。いとこのメルヴィン様は頼りになるお方。いっそ王女様、実に悔しいですぞ。かつて先代女王とドワーフ族はコルドロンをめぐって争いました。敗れた我らは償いに火事場を離れリリパッドとなったのです。だがその時逃げたドワーフたちはあろうことか魔王側について我らを傷つける武器を作り続けている。陛下、我が一本角にかけてエルファリア様のために戦い抜きますぞ。ありがとう。急いで報告しないと。何事だ。聖騎士様たちが襲われて、これは暗殺です。ああ、そのことなら報告しなくていい。すでにメルヴィンが対処している。お前がメルヴィンの魔剣使いか。メルセデス、この娘を斬ればメルヴィンの望みは叶う。いや、やはりメルヴィンの指示を待とう。気分が優れないので失礼いたします。魔剣士殿、どうされた。顔色が真っ青じゃ。何でもない。何だろう、めまいがする。魔王が攻め上ってきたらと思うと気が気ではありません。国が危うい時に幼いあの方で務めを果たせるのでしょうか。いとこのメルヴィン様は頼りになるお方。いっそ またも貴様か。そばに寄るなと言っただろう。お前も死んだ女王のために戦うのか。無論、騎士とはそういうものだ。ならば暗がりに気をつけるんだな。メルセデス様は母上を亡くされてまだ日も浅い。お休みになられてはいかがでしょう。メルヴィン、でも私は。執政は私にお任せください。メルセデス様が出られては皆が混乱します。陛下が足手まといだと申すのか。めっそうもないことです。メルヴィン様、武器庫の司がご相談があると申しております。すぐに会おう。それでは失礼いたします。あいやつ、武器庫まで自由に扱っておるのか。お母様の言った通り、私何もできやしない。
しっかりなさいませメルセデス様。不穏な空気が流れております。彼の動きが怪しい。何やらうちに野心を秘めて謀略を練っている様子。表立って動きはありませんが、このままではいけない。エルファリア様に仕えていた魔法使いに話を通しておきましょう。竜を刺激し冥界までも見渡せる名高い魔法使いベルドーに、こちらも対抗できる実力者を味方につけておいた方がよい。まさか内乱が起こさぬと思うが、先が読めません。エルファリア様亡き後国が割れては魔王討伐どころではありませんと。ベルドーは森のイオリに引き下がったと聞きます。メルセデス様が足を運べば強くして力になってくれましょう。見ての通り、ハインデルの魂は星座へと戻った。何をしに来た魔石使い。答えによっては山を降りられぬぞ。あなたを待っていた。ハインデルの友人に会うためにこうして待っていたのです。我が名はワーグナー。何者だ。素性が知れねば相手ができぬ。バレンタインの王女ベルベット。世界から生を貪るあの炉を作った者の身内ではないか。それでその魔石の鎖。ハインデルは最後に告げました。間もなく妖精の国に住む黒い剣士が首を取りに来ると。何もかも分かった上で運命に従って死んだのです。その時にあなたの話。その魔石でやられたのだ。死んだなどと子供だけによく言う。理由は血も涙もない。トカゲの類と見下すのか。ただ一人の友の死がどれほどこの胸を刺し貫くか、お前には分からぬようだな、バレンタインの魔女め。その血をすすり骨を噛み砕いて我が慰めにしても足らぬ。ここであった不幸を呪え。ワグナー待って。